子供に対するすべての差別をなくしたい婚外差別をなくそうという話をします両親が結婚届を出して生まれてきた子供は婚内子、結婚の婚にうちと書きますえそして両親が結婚届を出さないで生まれてきた子供は婚外子と言いますで、1987年5月代理人として住民票の続き柄差別裁判を 是正してほしい提訴をしました住民票の続き柄長男長女次男次女養子婚外子は子と書かれていたんですねこれを差別のない記載にしてほしい裁判を起こしました自治省と行政交渉当時行いましたこれ全部子と変えて何か実務上支障がありますかと聞いたら実証は 調べてみますと言いました。答えは何も支障がないということでした。実証は通達を出してすべて子と続き柄欄が変わりました。子供はみんな子でいいじゃないっていうことが実現をしたのです。戸籍の続き柄欄、長男長女次男次女、婚外子は男女と書かれます。もう長男次男次女で何も、 法的権利は変わらないわけですしもうこれは男女っていうので差別のない記載にしたらいいそう思います法定相続分、婚外子は婚内紙の2分の1と民法は規定をしていました最高裁は民法は憲法に違反すると判決を出してで国会でこの民法改正をして 法定相続分平等になりました。まあ戸籍の続きガラ段あるいは出生届で着出しかどうかとチェックする欄があるんですね。これもなくしたいというふうに思っています。えあらゆる子供に対する差別をなくすそのことをしっかりやっていきます。